天保山ハーバービレッジ、天保山大観覧車、天保山大観覧車、天保山大観覧車は、大阪市港区の天保山ハーバービレッジにある、観覧車である。1997年7月12日開業、高さ112.5メートル、直径は100メートルで、一時は、世界最大の観覧車であった。株式会社海遊館が運営を行っている。一周は15分で、 生駒マ山、ア石海峡大橋、関西国際空港、六甲山などを眺望する。翌日の天気予報に合わせ、ライトアップが変わるようになっている。従来は水銀灯とネオン管を利用し、晴れなら赤色、曇りなら緑色、雨なら青色のように照明の色が変わるような演出であったが、2014年12月20日から LED を導入。 LED 照明の直接光と間接光を組み合わせる技術で、晴れなら太陽、曇りなら雲、雨なら傘の模様が表示されるなど、より細かい演出ができるようになった。ゴンドラは全60機。うち4機は床や座席部分が透明なシースルーキャビンとなっている。また、車椅子の利用も可能で、60機のうち3機が入り口の幅が通常より約20センチ。 広い94センチで車椅子のまま乗り込める仕様となっている。横浜のコスモクロック21とは建設主や直径、定員が同じで、スポークや支柱など外見の構造もほぼ同一の兄弟機となっている。東京、お台場のパレットタウン大観覧車は直径は同じであるが、全高は2.5メートル高くなっている。ありがとうございます。